しんたかです。ハッピースピース。寒い。寒いね。大寒波、大寒波。雪降ってたよ、昨日そういえば。いや、せいねん、今日もなんか降ってんちゃう知らんけど。こなー雪ー、イエーイ。こなー雪ー、イエーイ。今日は、僕たちインスタグラマーじゃないですか、一応。そうだよ、一応ね。っていうか、まあ僕なんか、YouTube も TikTok もやる前から、まあインスタグラマー気取ってたんで、まだちょっとグラマーの心を諦められないんですよ。そう、なんか、インスタではちょっと違う一面を見せたいな、みたいな。当たり前に。当たり前に、ちょっと生きらせていただいて。そう、だからインスタ、結構バチバチかっこいいシンピンとタカピンが、結構頑張ってるんで、マジ絶対フォローお願い。お願いします。許さないよ。フォローしないと。許さないよ。許さないよ。粉雪イエーだよ。粉雪イエー。だから今日は、ちょっとインスタ最近俺らマジ載せてなさすぎ。ね、サボりすぎマジで。やばい。インスタグラマー、語れない。そう、だから、今日、おしゃれなカフェに行こうと思って。やだな。やばい。映えたい、映えたい。どこだよ、おしゃれなカフェ。この辺にあんの？まあまあ、お化粧して、まあちょっといつもの、映えてる様子 Vlog っていうのをちょっと撮りたくって。やばすぎ。そう、今ちょっと準備なうって感じで。そんなことしていいの？もう今日、俺ちょっとセンターパートで、いつもやらへん髪型で、ちょっと映えようかなと思って。うわ、偉そうに。そう、よろしくお願いします。なんかどうしようかな。じゃあオールバックとかにしようかな。あ、いいやん。で、ちょっとインスタの写真をまあちょっと映えたいし、まあできるだけ加工したくないんで、めんどくさいんで、もう結構メイクをちゃんと綺麗にしていこうと思ってます。まーす。ちなみにカフェでさ、どんな感じで映えたい？どんな感じって何？どんな感じで映えたい？なんか俺はもうちょっとこう想像してるのがあって、うん、今日センターパートで行こうとしてんやんか、うん、でセンターパートでこうカフェの中でこう座ってて、まあ、ちょっとおしゃれにこうカフェを楽しんでる様子を撮ってもらいたいんだけど。でもカフェの中で立っててもキモいけどね。立って映える映えるためにめっちゃ迷惑やん。じゃあ違う違う、センターパートでカフェの中でこう座って映えてて、室内やのに俺は偉そうにサングラスをしたくって、今日。あー、好きね、あんたサングラス。そういいじゃん。じゃあタカ縦メガネとかしちゃう？あ、あり。もうこんな周りの人見るでな、恥ずかしい。そうやな、もうやめて、もうあんな見んとってな。で、今回使っていくファンデーションは前にもね動画で紹介させていただいた本気の日はこれだよって、もう一択ハリアスさんの。あ、せやね。そう、このクッションファンデ。そう、これね。で、俺が、色、俺の色がオークル、で、タカがベージュ。タカベージュ。そうそうそう。なんかやっぱ同じファンデーションとか使うけど、やっぱ色分けたらやっぱな、こっちの方が馴染むとかね、あるよね。ある、だいぶね。まあ、なんでこのファンデ使うかって言ったら、まあ、前も言うたけど、まあこれキープ力がすごい、あとカバー力。わかんの。自然につくのに、こうめちゃめちゃカバーしてくれるから、これはもう本当に撮影の日とかはマジで使います。ほぼ外の撮影これかもね、高田。そう。本気の日だけに使ってんねんけど、これ2個目。そうだよ。本気の日に使いすぎて2個目だから。そう、でもこれな、本気の日だけじゃなくって、肌にいいから、普通に外出しない日でも使ってねって公式が言ってるぐらいめっちゃいい。え、わかる。これさ、使ってたらさ、肌の調子いいね。そう。あと、シミが結構減ってきた。あ、そう、これ同じ会社のこのシミ取りっていう、ごめんな、このなんか蓋ちょっと閉まりきってなくて、ごめんなさいって感じなんだけど、これも、洗顔後とか、スキンケアとか、あと、メイク前、今日も塗ってんけど、これと併用するとめちゃめちゃいいです。腹が超潤う。お腹空いたな。わかる。結局、マクドとか行ってんじゃん。まぁ、そんな感じで、ちょっと顔面をね、作っていきたいと思います。どんなカフェ行く？え、わかる。どんなカフェ行く？なんかちょっと、最近おしゃれなカフェ多いやん。てか、まずどんなカフェがあるって感じだよね。あ、そうやね。俺らこの辺で済ませようと思ってるから、わざわざ都会まで行きませんよ。例えば電車なんて乗らん。俺今日、ちょっとセンターパートで行こうと思ってんねんけど、
あの珍しいやん俺がデコ出すのって。でこれ出さへん理由がこうデコジワがあるからなんやな。でもこのハリアスのクッションファンデ、これシワ改善のあれもあるから、しかも今日デコ出すからデコにも塗っていきます。今日デコラーなんだ。そう今日デコラーなの。おしゃれじゃん。いつも俺前髪あるからさ、おでこだけファンデ塗ってないに気づいてたみんな。これデコ広いからさ、デコ分のファンデがもったいないっていうのでファンデに塗ってないんだけど理由よはい、じゃあちょっとあの久しぶりに何の予定もないのにメイクとおしゃれしました。しました。どうですか今日の感じは。雪国に行ったあのちょっと偉そうな弁護士です。雪国で弁護士。そう。なるほどね。都会じゃないよ、田舎の方だよ。なるほどなるほど、うん。本日の、僕のテーマは、サハラ砂漠に出張で行ったこっていうテーマですね。はい、お願いします。お願いします。カフェ着いたんですけど見てもらえます？ねえその角度無理。偉そうにさ何を映えてるわけ。偉そうに、ね、その角度いい加減にしてよお前。ねえお腹空いた、行こう。え、もう行くの？寒い。もうちょい映えたい。肌の治安をね、やっぱそうだよ。いつも写真撮るのは命だからね。写真撮る前にいつも直してます。ねえ僕はサングラスをつけて。もう偉そう。ねえ中で撮ったらいいのにあ、その角度ありがとう、燃えることに。なんで外で撮るの？中でいいじゃん。やっぱグラマーの必須なあれなんですけど、やっぱ自然光。あーなるほどね、はい、自然光が大事なんですよ。いやタカ人いて恥ずかしいんだけど結構あのグラマーそんな関係ないんで。あタカじゃあまだグラマーになりなりきれてない。偉そうにさ。え待って、やっぱ映えってなったら、えこんなんさ賞味どこでもあるやんか。うんうんうん、せやかな。えカボタルとか、こんなとこでカボタルっていうのやめや、おしゃれや。えカボタルとか結構おしゃれだと思う。あのドリンクちょっとこのおしゃれなやつにしようかなってちょっと、ね、偉そう思っちゃってます。えしんどい、映えすぎ。やっぱ映えるためにはね。あこれお化粧直ししてるとことかって映えへんのかな。え映えるかも。偉そう。あいい、かわいい。あいい、めっちゃいい、めっちゃいい。アホみたい、めっちゃいい。アホみたい、アホみたい、めっちゃいい、やばアホみたい。いやアホみたいだからみんなさ多分それうざいって思うやん。うんうんうん。でもなそれがインスタグラマーなんや。そうごめんな。ま迷惑はかけへんよ。人に迷惑はかけへんよ。そうそうそう、人に迷惑かけない。お腹空いたら食べる。もちろんもちろん。映えるときは映える。それで生きていきましょう。あ、いいですね。ちょっと外向いちゃったりなんかもちょっとお願いいたします。ああ、いいですね。めっちゃいい。はーい。どうですか？偉そう、偉そう。僕は偉そう。超偉そう。この辺がめっちゃ好きです。偉そう。すごい。何してんの？あの、真上から撮るとケーキとかって大体映えるんですよ。そうなんそんな立ち上がってまで撮るの？すごいな。大体真上から撮ると映えるんですよ。すごい。はい、すごいんですけど、まあ、ちょっとこう斜めとかね。あ、すごいとか、まあ、食べよう早く。ただいまー。ただいまー。おかえり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 ー。え、久々にさ、カフェで映えれたくない？映えれた、だいぶね。で、テンション上がっちゃって、もうカフェで、あの、ケーキ食べてる時に、もうインスタぶち上げボンボンしちゃいました。いいね、ありがとうね、みんな。いいね、ありがとう。反応もありがとう、ね。え、反応めっちゃいい。今日、そう。せっかくハリアス使うからと思って、あの、センター分けとかにして、こう、ちょっと映えたんですけど。何人かメイク変えたこと気づいてくれた。あ、マジで？ありがとうございます。もう超好評やった。で、あの、ちょっとね、前回のこのハリアスさん紹介した時に、あの、気になることで、ちょっとコメントをいただいてたんですけど、マスク崩れしないって言っても、まあ、結局は、あの、自分、姿勢肌なんでみたいな。自分の、この油とか、なんかそういうのとか、で、マスク、崩れしちゃうんですよねみたいなあったんですけど、うん、あの皮脂吸着パウダーっていうのが入ってるんで、もうなんか全然これマスクしてたけど全然見て
大丈夫じゃない？見てたか、全然大丈夫だ。全然大丈夫、全然大丈夫。鼻のこことかさ、だいたい跡つくやんか、うん、なんかそんなんとかも、まあまあ、なんもないことはないけど、めっちゃ多少はな、落ちるよ、しゃあない。しゃあない、もうそんなんゴシゴシして。そうやね、落ちる決まってんやん。でも怒んなよ。そう、でも全然マシです。はい。でストレッチポリマーっていうのが、あのこのシワのファンデのシワよれとかも、あの全然なく、まあ、僕なんかはデコジワとかほうれい線が気になるんだけど、全然大丈夫。お前なんか今日あんま落ちてないわ。なんか前より落ちてない気する。うん。でなんやったら、あのカフェの後にあのスシロー行ったからね、俺ら。え、マジで食べた。スシローで死ぬほど食べて、なんかあの贅沢しちゃった。そう、なんか脂コテコテの刺身いっぱい食べてきたよ。あの黒いお皿3枚も食べちゃった。うわ、しかも赤も3枚食べちゃった。偉そう、偉そう。あ、ということで、はい、あの今回ハリアスさんのファンデーションを使ってみて、あの外で Vlog とかしちゃって、あのいかに崩れないのかっていう検証をしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。え、結果的にあの崩れなかったですって言いたいところなんですけど、はい、崩れなかったです。じゃあ、すみません、最後にあの値段だけ紹介させてください。いや、単品購入、定期購入ではない、買い切りの値段が、2980円。はいはい。定期購入を、はい、定期購入をしていただくと初回1980円。概要欄をどうぞ見てください。ご覧ください。